こんにちは。ゲーム動画でいこうです。全日本選抜競輪、最終日、決勝の予想をしたいと思います。12レース決勝戦です。えー、ご覧のメンバーになります。はい。えー、並びとコメント。9時現在の2車団のオッズです。 えー、近畿なんですけど、えー、これはですね、古生、四季男と京都二人、村上兄弟で別れるのかもしれないと思ったんですけど、結果的には4人結束で行くことになりました。まあ、古生もあの徹底先行じゃないだけに、村上もそれほど、村上義しもそれほど出来が良くない,ないだけに、 この選択はあんまりどうなのかなと。四季にチャンスが薄くなってしまうというのも含めまして、やばい、別れて戦った方がよか、良いのではないかなとは思います。で、えっ、ー、と、関東両者、吉沢、平原。えー、残りの日田、山田、原田、それぞれ短期です。 下がオッズです。まあ、少し割れているんですけど、新田続いて、平原か売れてますね。反対に、2、3、4あたりはそれほど売れてないです。あと、好調アピールしてる山田からも、あのまずまず売れてますね。 続いて、道中予想です。えー、前を取るのは、あの、タ田なのではないかと思います。まあ、押し出されるように前へ出るかもしれません。で、その後、並びなんですけど、えっ、ー、と、近畿が続くのか、関東が続くのか、ですね。まあ、どちらにしましても、えっ、ー、と、一度、あの、古書は前へ出ます。 えっと、その時なんですけど、ドカーンと、あの、もうは、最初からハイピッチでかけてしまうと、えー、全体がスピードに乗ってしまうので、短期の選手、特に日田や原田を利することになってしまう。それは避けたいのではないかと思いまして、えー、まぁ、あ、ゆっくり抑えて、日田をを内に詰ます、 競争になるんじゃないかなと思います。で、前出て一度後ろの仕掛けを待つという流れになりますね。で、結構鐘が鳴ってもですね、あの誰も仕掛けてこないと思うんですね。優勝欲しいですし、に、に、新田の動向もすごく気になるんで、で短期の選手はあのそのまま逃げたらは裸逃げで別の選手にバーテにはまられちゃうんで、 結局、最終的には、まあ、じゃんなって、三角から四角あたりで、ようやく吉沢が、あの、仕掛けてくるんじゃないかなと。えー、吉沢は、えっと、押さえ先行のように、ゆっくり押さえて、そこからかけるんじゃなくって、もう、あんまり踏み直しが効かないタイプなんで、 自分の持つ位置から、もうドカーンと踏み込んでしまうという流れだと思います。で、これに対して前にいる故障がどう反応するかですね。それは、あの、吉沢の仕掛けのタイミング次第だと思います。 え、吉沢の仕掛けが早いですと、三、三番手というか関東の後ろ狙いだと思いますし、ま、ホーム入ってもまだ叩いてこないようでしたら、もう、あの、逃げるしかないということで、突っ張ってくると思います。で、それをあの、表したのが A、B、C の3パターンですね。A が、あの、吉沢が叩いた場合です。 これ2の後ろの5を5が2の2よりあの離れているように見えるのは2つの可能性を感じてます。1つがまあ、車間を開けて後ろ仕掛けを待つというパターンですね。で、もう1つ、えっと、吉沢がやはりもう トップスピードでドカーンと仕掛けるんで、一度口が開いてしまうんじゃないかなと思い,思いました。で、えー、準決勝で見せた通り、それを見逃す故障ではありません。なので、まあ、平原がハマる前に、えー、ダッシュをして、 番手にはまってしまうんじゃないかなという可能性もあります。で、えー、吉沢の仕掛けが遅い場合は、もう古生が突っ張ってしまうでしょう。その場合は吉沢はある程度まで来て、まあ、平原が入れてあげるかどうかというとこなんですけど、あの先ほども言いました通り、吉沢は踏み直しが効かないタイプなので、 ま、入れても、うん車は伸びないんじゃないかなと。逆に言ったらもうできることしか吉沢は考えてないと思うんで、突っ張り切られたらその時点でもう、平原見捨てて、あの、切り込んでいくんじゃないかなと。で、この時に、え近畿4人の中に入り込む可能性もあります。 えっと、このなら、流れだと、7番の村上弟とか、4番の四季おがなんか狙われる可能性あるんじゃないかなと。で、えっ、ー、と、近畿の後ろには、山田がつけていると思うんで、その山田と絡む可能性もあると思います。で、えっ、ー、と、 仮に吉沢が5番手の位置ならチャンス、チャンスあるんじゃないかな。古障もそんなに後続距離が長くないし、と思った場合。最終ホーム過ぎからまくりかけてみようという場合は、もう古を逃げるしかないんで、ゆっくりペース上げて、えー、ホームから フルピッチでかけると思います。その場合、関東両者と山田が絡みそうだと思うんですね。そこで、えっと、一の取り合いになってしまうんじゃないかなと思います。こうなったら、ちょっと吉澤は。経験のなさとか、あの。 がひ、えー、っと、ひ、響くんじゃないかな、という気がします。それでは、えー、私の予想です。えー、結論としては、あの、えー、村上博之から行くことにしました。本音を言うと、まあ、 三谷じゃない、えー、古生か四季をあたりに優勝してほしい。まあ、もしくは吉沢や原田あたりも優勝して新しい風を吹き込んでほしいなというのが、えー、私の、えー、っと、思いであります。が、まあ、なかなか、あの、古生も 一度前に出るかには相当足、スローペースといっても足を使うでしょうし、吉沢も仕掛けどころが難しい。で、切って、平原が離れて、まあ、故障も離れるようだったらチャンスがあるけれども、新田とか原田が飛んできそうな流れになるんじゃないかなと。 で、えー、っと、この ABC のパターンをもう一度見てみますと、まあ BC のパターンでしたら、えー、っと、村上義弘が番手まくりを打つと。一方、A のパターンでしたら三谷が巻き返していく。まあその時、村上は外に張りながら踏むと。見ます。ということは、 まあ、あの、村上義宏のことですから、後ろにチャンスがないようなレースはしないんじゃないかなと思います。それに、えっ、ー、と、中のコースが開くということです。そこを、あの、弟の村上博之が突っ込んできて抜け出すんじゃないかなと。えー、対抗本戦は5番の 平原です。A のパターンでしたら、平原は番手絶好で、あ、えー、のー、2センターあたりから番手から、まあ、抜け出す競争。まあそこを、村上が、あの、突っ込んでくる。A、B のパターンでしたら、えー、ま、まくりですね。 いや山田に比べた位置取りは長けていると思うんでえ、そこから自分へ、もしくは一度吉沢に仕掛けさせて、その上をさらにまくり追い込んでくるというパターンだと思います。えそれから山田もやはり好調近況好調ですので、え 一発あるんじゃないかなと。ちょっと穴人気になってしまってますけど、穴人、このぐらいの図ならまだ我慢できるのではないかなと。67で50倍近いですし、えっ、ー、と、裏の76でも47倍ですからね。そしてやはり、結局は力が一番あるニッタは、捨てきれないんじゃないかなと思います。 まあそんなにつかないんで、プラスにはなりにくいと思うんですけど。で、指揮王は2着まで。まあに、正直2着も厳しいかなと思いますね。あの、他、他の選手が次々まくってくるんで、なかなかないのではないかなと。 まあ、三谷も考えてみれば、足を使ってはいるんだけれども、そうですね、まあ、でもやっぱり足使うか、必ず前出るし、仮に早めに吉沢、平原が、まあ、 可能性は低いけど、抑えに行ったとしても、やはり3人連れてるんで、再度、あの、また前に出ちゃう可能性が高いんで、やっぱり相当足使う可能性は高いですね。で、ハーダは準決勝3着でした。まあ、最後の伸びこそ良かったものの、やはり突き抜けられないという点は、 どうかなと思います。えー、村上兄は、まあ、コースを作るだけで終わるんじゃないかなと見ました。ということで、えー、っと、7から、えー、561、押さえ74ということでいきます。まあ、あの、いろんなとこに、 目移りすると思うんですけど、ここは、あの、軸を決め、しっかり決めて、一応決めて、なるべく点数を押さえて、行って、で、終わった後で反省すればいいんじゃないかなと思います。まあ、もしかしたら、あの、感想戦など、やるかもしれません。 はい、えー。全日本選抜の決勝戦の予想をお送りいたしました。えー、待たせてしまって申し訳ありませんでした、はい。ブログ、ツイッターやっております。よろしければ見に行ってください。えー、説明欄に記載しております。チャンネル登録ま,たまだの方は、えー、ぜひともよろしくお願いいたします。また、えー、関連動画、 関連リスト、動画のリスト、えー、こちらも流しておりますので、よろしければアクセスしてみてください。よろしくお願いします。それでは決勝戦、皆さん頑張りましょう。ゲーム動画でいこうでした。